で、なんで IQ220 生かしきれないか、うちが。どう見てもなんかうち IQ100 ぐらいの人とよく似てるでしょ。まあ、杉田先生のチンチンのせいで、うちの IQ220 っぷりは、ね、制限されてんねんって。で、うちが本当にね、チンチンなくなって、で、女子に戻った時に、IQ220 の猛威振るうねんって、うちは。でもね、その端的な例がね、外国語とかで主に発揮されんねんって。それはまあ、うちの特徴か、女子の特徴なんかな。でも、どの国の言葉もね、余裕なんすって。そうやったらそうかもしれん、そういえば。でもね、それってね、脳の中にね、意識、パルスっていうのは意識っていうのは一個一個がね、意識体と呼ぶべきね、円形なものっていうかね、その、線形じゃなくてね、まあ、粒子、的なものなのでね、意識体、それ自身が、パルス自身が、ってことはね、で、そこに他人も含まれるわけですよ、他人の光も、脳内を、におるパルスはね、自分の仮想、要するに亡くなって死んで、その葬式の後ね、焼き場で焼かれる。そしたら自分の細胞が光に昇華するでしょ。それは自分由来の光はね、まあ少なくともね、いろんな人生の中でいろいろね、細胞の中に混ざってしまってても、他人の遺伝子は人っていう細胞核内の人に閉じ込めるっていうのが本来の基本性能やから、死ぬ直前どうなってるかどうか別として、健康状態にも左右されるね、人の性能っていうのはね。だけど脳っていうもの自体が他人の光も許容するものであるから、だから勉強もできるし、テレビも見れるし、音楽も聴けるし、宗教にも入れるわけでしょ。演説も聴けるわけですよ。音楽弾けるわけですよ。でもね、じゃあクラプトンのねギターソロ聴いてすぐそれ弾けたら怖いでしょ。それ稲荷芸やんって言われる類やったりね。でも大脳進出自体が他の人の光に対しても非常に開かれたものである以上、じゃあ IQ220 を誇れる脳であってもね、でしょ、他人の光に侵されてしまってる可能性もあるやん。少なくとも今回の人生ここまで一緒にずっといてくれた光かどうか、そうではない、決してそうではない光かね、しょっちゅう出入りしては、ね、上手に利用してたか、単に情報ステーションとして利用してたかとかね、あるいは司令塔として勝手に使いたがってたとかね、とかね、そういった風に光が当たったかもしれない、その光はとか ね。そういうような細かい分析がめっちゃ必要になってくるけど、そういう風な分析にも十分耐える性能はね、もちろん現世人類の IQ220 の脳っていうのはありますよ。でもあんたらその IQ じゃないでしょ。それは稲荷されてんねん。用意されてんねん。3% も使えていないなんて、一体あなたはどなたみたいなね。残りの 97% は一体どなたみたいな。例えばね。じゃあ、この稲荷全盛文化になったらね、IQ220 はね、基本性能であるね、現世人類の大脳進出といえどね、翻弄されてしまうね、開かないけど、翻弄はね。漢字やって読まれへんやな。ちょっと待って待って。喋ってんねんから漢字も開かでもないやろ。あ、ほんまやみたいな。うっかりうっかり。開かないなとわかんな、みたいな。思っちゃったやろ、こらってなるやろ。でなんかこれなんか IQ100 ぐらいっぽいやろ、なんかね。あれせっかく220なんの、何その喋り方みたいなね。IQ100 のやつがケタケタ笑うギャグしか言わねえやん、あんたみたいな。もっと違う人生なかったのかってね。これもうちらの欠点やねんって。うちらナウ人類の欠点やねんって。うちの父さん、そのフェーズいったらナウ人類って呼びやんねん。うちのこと。おい、ナウ人類って。おい、ナウ子とかね。ナウ、おい、ナウとかね。うちのこと、ナウナウ言いよんね。そのフェーズ行ったらね。次はこれに入れ、ナウとか。次のに入れてくれ、ナウ。ずるいや、それやろ。娘なので。
もし娘が他人同然に扱われたのコーナーやってんて。扱われたらか。もしものコーナーみたいなやつでしょ。そんなのパロディやねん、テンドリルなんて。加藤ちゃんに聞いてください。それは。もうちょっとギャグにしましょうよって言い合ったあの人らが。ね、まあ、コメディアンのね、日本のザドリフターズがね。そんな実験怖すぎるから、もうちょっとギャグに、ギャグの要素増やしましょうよっていう、あの人たちが言い合って。で、まあドリフの、ね、コントがいっぱいあったんですって。で、詩人やねんで。あの、その、さっき言ったギリシャ朝の世界ではね、加藤茶っていう人はね、有名な詩人やねん。地上ではね、コメディアンですけどね。だから、文化人っぽいでしょ、なんか。芸人というよりかは、加藤茶という人はね。そういう事情があるんですって。まあまあまあ、うちのね、旦那さんやったこともあるけど。向こうのが覚えてやがんの、そんな話。で、中本浩二に、ね、寿司にされた刺身並べやがったって。やっと、はたと気がついてんやろね。もう中本なんかどうでもいいやってなったんでしょ、どうせ。あれ、越前港から、ね、三代さんについての取りなしから会津港にあったんかもしれんし。ね、それがそれは理由でね。そんな方がいいでしょ、みんなにとっては。ああ、よかったと思えるもんね。そういう話なのね。あかんやろ、これ。IQ220 じゃないよね、これね。あんたらのせい。そんな人生あんたらのせい。じゃあ、チンチンがあるからね。じゃあ、単純計算で225が IQ100 ぐらいのギャグが好きってことになったら、杉田美桜さんの IQ は100以下ってなったときに、いやもうちょっと待って、それチンチンやから、チンチンの知能指数は、そら30ぐらいとかね、もう15ぐらいちゃうとかね。脳の知能指数じゃないから、それって。チンチンの知能指数だから。きっと、いっそ3ぐらいとかね。IQ3 の、ね、パラスの槍みたいな。杉田美桜さんのチンチンの知能指数3みたいな。IQ3 のチンチンを持つ女とかね。どっちか知らんけどって。で、今朝の写真。中日新聞。秋葉大臣と並んでね。杉田さんが失脚。杉田美桜失脚秋葉さんについてはちょこっと書いてあるって嘘。あかんね、朝からね。水たかり飲んだらあかんね。こんなもんなんだね。勉強になったやろ。うちは知ってるから。こんな実験何回もしてるから。朝から水盛り飲んだらどうなるかなんて。あんたら知らんかったよ。朝から水盛り飲んだらどうなるかなんて。今知ったわけだ。まあ。文学。酒は文学。酒は文学の餌。そして政治の風。何言ってんのかな。ちょっと今 AQ やった、もうちょっと言い間違えた。 IQ AQ 上がったみたいな。もう今俺 IQ AQ 上がったって言っとくやみたいになるよね。 CQ とか言ったらみんなピタッと止まって、ミヨコってなんでミヨコや。クミコみたいな、なんでクミコやねん。サヤコ、なんでサヤコやねん。出てきました。何やそれ。三河系のね、浅草漫才みたいな。やれやれ。本当にあんたらには困ったもんで、ね。だからこんな人生だね。だからね、その自分の怒りっていうのをちゃんと育てないとね。もうはっちゃかめっちゃかになるから、うちらは。だからね、うちらの世代こそ、あ、うちらのタイプバージョンの人類こそ苦労せんとね、自分の怒りたくさんね、蓄えられないし鍛えられませんから、本当に鍛え抜かれた人生はね、別に仮想にし